どうもこんにちは、お疲れ様です。今回の動画はですね、あのビッグモーターについてちょっとサイトを検索していたら、ものすごくうまくまとめていたサイトがあったんで、こちらの方を読みながらね、皆さんと情報を共有したいと思います。あの、私がすぐ思ったのは、ビッグモーターって、今回みたいな事件が起きてね、上場廃止になるんじゃないかなと思っていたんですよ。で、その前に、その上場してる会社なのかどうかなってことも知らなかったんでね、いろいろ見てみたんですけども、 まあなんかねビッグモーターってちょっと複雑な会社の体系を取ってるみたいでなんかビッグモーターですよ株式は何番ですよ株価いくつですよってスパッと出てこないんですよねうんこの辺も込みであれこれは一体どういうことなのかなと思ってこの記事をちょっと一緒に読んでみませんか、えー、この記事はね2023年5月5日なんで、まあ、割とホットな記事でしょ最近の記事でしょで本日日付が5月9日ですからまだ1週間経ってない わけなんですよ。いや、これはなかなか多くの人に見られてるんじゃないかなと思います。すごいですね。はい、ちょっと行ってみましょうか。ビッグモーターってやばいのどんな会社って、いきなりね、私の知りたいことがね、クエスチョンで上がっています。で、ずっと進めていくと、今、上場は廃止してないってことなんで、ビッグモーターは上場してるんですね。うん。で、売買のトラブルっていうのは結構あるみたいなんですよ。で、今回はね、あの、評判になったのが、車検の時にお預かりしたお客様の車を、 パンクを意図的に刺して、そこで保険金を取る。お客様からは、まあ、保険金でこのタイヤの料金は払われるけども、工賃はすいません、くださいねって感じで、工賃を請求するみたいな感じで、もう二重取りしてたわけですよね。しかもそれも、保険会社も、ビッグモーターの売り上げがすごいたくさんあって、ビッグモーターから保険の契約いただいてるから、あの、詐欺罪でね、訴えることもすごくやりにくくて、お茶を濁していると。結局どういうことになるかっていうと、 真面目に保険代を払っているユーザーから集めた保険料をこういった不正でどん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 ね、えー、保険会社ぐるみでビッグモーターが搾取しているっていう構図が見えるわけなんですよ。で、今回ね、すごいですよ。ビッグモーターの工場でなんかその社員教育の一環としてね、あの上司とか先輩みたいな人がどうやったら詐欺に見られないような タイヤのパンクの開け方をしてるかってことをね、教えてる動画があって、で、それがもう状態化していて、その一部が流出したってことなんですよね。で、それに対してビッグモーターを辞めた全員やる人が、ビッグモーターはどんどん腐っていったんで、私は辞めましたと。で、今の体制でもやっていける人が残ってますみたいなね。うん、だからもうね、最初は良かったらしいですけど、も代替わりしてから、もう、もうお金ありきの経営になってね、 そのためには何でもするみたいな、犯罪もするみたいなことになっちゃって、えー、もう手がつけられない状態だっていうふうに、ん、がっかりしてね、やめられた方が言われていて、その動画もかなり何百万回って再生されてたりとかね。で、そうやってビッグモーターで、あの、最初の台の時に、あの、 お客様とは何たるかものかとかね商売は何かっていう風なあなマインドをしっかりと持った人っていうのが今代替わりした後のビッグモーターに見切りをつけて辞めて新しい会社を作って、えーまあ、小さな会社でねお客様のためにやってるみたいな感じですよねでも不正をやって儲けてる資本力にはかなわないみたいですよでテレビもビッグモーターから莫大な広告費をいただいてるんでビッグモーターの闇を暴くみたいなねスクープができないというね状態になってるみたいですこの辺っていうのは本当にね too big to fail っていうのかな昔からありますよね。セブンイレブンでフランチャイズに対してものすごく過酷な要求をして、それこそ、まあ、自殺に追い込むようなことをしてもね、うん、それがテレビで報じられることはなくって、うん、なんかそのネットの中で、うん、いわゆるたくさんある情報の一つとしてね、うん、なんか闇行になってるってところですよね。いや、本当にね、怖いですね、世の中ね。 うん、有名だからと言って信じてはいけない。そして信頼の向こうに詐欺があるっていうふうなね。まあ、そんな名言が即果塾の中にありますけども、続けて読んでみましょうか。ビッグモーターの基本情報ってありますよね。ビッグモーターは東京に本社があって、資本金が4億5千万円。で、従業員数6千人もいて、すごい会社ですよね、本当で、上場廃止したのはビッグモーターの子会社って書いてますよね。で、ビッグモーターの実績はもう知ることに皆さんもね、 なってると思いますけども圧倒的ですよねで中には微妙なものもありますがってことですビッグモーターガリバーアップルっていうふうにね3つの大きな会社がありますけどもまあ大体似たような感じですよねだからノウハウがだんだん似てくるんですよねでで業界でビッグスリー っっててていうう風にななくくるるととしんかかろうかとどっかが抜けがけしてどうこうってこともないしどっかが談合してどうこうもないみたいなねあの携帯電話も楽天モバイルがあるとは言ってもねやっぱり大手3社っていうくくりなわけですよその3社がお互いにその乗り換えプランとかねやっても似たようなことを他の会社でもやってるからどこが一番得ですかってものがねなかなか感じにくいってとこですよでビッグモーターの評判やばいと、うん、私にとってみたらやばいですねなんかいい評判よりも悪い評判しか 見れないんで。ただ、ビッグモーターと取引したことがないですね。で、減額トラブルって言って、車を下取りに出して、下取った足で新しく中古車を買ったということで、売買両方をビッグモーターにお願いして、もう納車も完了して契約終了。後からですね、金額を間違えていたから追加でお金を払ってくれみたいな連絡が来たりとか、下取りに出した車に汚れがついてたから、査定額下がるんでお金を返してくるみたいなことね。後から言ってくるらしいですね。うん。で、 あの、同じような目にあったことがあるみたいなこと言ってますね。で、アフターサービスは、微妙だよってことも言われてます。うん。とりあえず、口コミ見る限り、ビッグモーターのアフターサービスとガラスコーティングに金払いたくなかったな。あと、車検残を確認しないで買ってしまったのは、本当にバカだったということで、えー、なるほどね。いろいろと違く感つきみたいですね。う、えー、5年ぐらい前にビッグモーターで車買ったけど、商談時、こっちにまだ、 購入欲ないと見たら急にお金ないなら無理ですね。敵に冷たくなる。えー、保証内容説明が営業マンによって違う。納車時や装備何も教えてくれへんし、アフターサービスなし。ましてや、納車当日、担当者営業休みやったし、今思えばほんまくそと。<laughs> なるほどね。まあ中古車ってのはね、あの、多くの人が利用するところではあって、新車で買える人よりも少ないと思うんですよ。 で、中古車を買う人って、購入頻度って高くなるんじゃないかなと思いますけども、そのために同じところでね、ずっと付き合えればいいんですけども、なかなかそうもいかないわけなんですよね。広告を広げると、やっぱり数年ぶりに中古車買おうかなと思った時に、あの、対等してくる、その、中古車販売店とかに目が行くようになりますんで、ビッグモーターに当たることもあると思うんですよ。 うん、その時にこういう風にしまったと思ったらね、まあビッグモーターで取引することはそんなに頻繁にないかもしれませんけども、悪い思い出ばっかり残って、ユーザーの方ではね、まあ中古車ってこういうことあるからな、ぐらいで済んじゃうんですけどね。うん、でも、そういうところにね、あの、付け込んで、悪質なことを意図的にやってくるってところもあるのかな、と思っちゃいますね。ビッグモーター上場廃止するんでしょうかと、と。なるほど。うん。どうなんでしょうね。 大体、うん、ビッグモーターの株ってのはどこが買ってるんでしょうね <laughs>、はいまあ、一生こうやって一通り見てみましたけども皆さんどのように思われたでしょうか、まあ、私はビッグモーターで取引することはまあないだろうなっていう風な印象しか持たないですよねでちなみに私中古車ねあの埼玉の会社で買ってるんですけども、うんまあ、そこの会社結構良かったなと思いますね あのベルファイアとかセルシオとかの専門店っていうことでやってるらしいんですけども専門店なんだけどもやっぱりねお客様のレビューがいいんですよそれから購入前に、まあ、車のねいろんな動画を撮影して個人的に送ってくれたりとか購入後もですようんやっぱりこう定期的に。 あの、丁寧なメールが来たりとかして、買い取りますよみたいなことでね、今買い取りアップしてますよみたいなことを教えてくれたりとか、まあまあ、行き届いてるなというふうに思います。まあ自分に合ってるところか合ってないところかっていうところもあるんで、多分ビッグモーターでいい思いされた方もね、いると思うんで、うん。まあだからやっぱりこう商売っていうのはね、自分とその商売相手と、どこと強い信頼関係を結べるか、まあそういうところに来るのかなと思いますね。 じゃあ今回以上にしておきましょうか。お疲れ様です。